右旋回スキットの飛行機用風の中を航空機が直進飛行する際には垂直尾翼の存在により機種は風上を向こうとする。しかし旋回開始時にバンクを得るためにエルロン操作を行うと同時にエルロンはアドバース用を生じさせる。例えばパイロットから見て時計回りにバンクさせると左回りの用が発生し相対風向に対して カニのように斜めに進行する。これをスリップと呼び、相対風は機体中心線に対して射光する。これを補正するために、パイロットは右ラダーを踏むが、この踏み方が過剰だと反対側にスリップを起こす。これをスキットと呼ぶ。スキットは失速速度に近い領域ではスリップより危険である。スリップ状態では上がった肩の翼が先に失速するため、 バンク角が減少するので失速が抑止される。スキットでは下がった肩の翼が先に失速するため、より機種が内側を向こうとするためスピンに陥りやすい。航空では回復の余地があるが、ファイナルアプローチの段階など、高度の低い時に失速スピンが発生したら致命的となる。この種の事故の一般的原因としては、トラフィックパターンのベースレグからファイナルアプローチにかけて、 滑走路センターラインをオーバーシュートすることを避けようとして無意識にラダーを踏みすぎてしまうことによる。様々な種類の旋回状態を示す旋回釣り合い、軽やクロバット飛行や空中戦闘ではスキットがコイに用いられる。また、ロールに対して反対側にラダー操作を行うコイのスリップはダイブブレーキとして用いることができる。右旋回時にラダーで 左向きのようバランスよくかけると機体は直進するが機種は相対気流に対し横を向く。この状態は空力学的には汚い状態であり、効力が増すので速度が低下する。ラダーとエルロンによってスキッドの量を調整することでパイロットは減速度を加減することができる。これにより水平飛行中や着陸のための効果の際に、 待機速度の上昇させることなく大きな効果率を得ることができる。ありがとうございます。